こんにちは。今日何曜日だ？月曜日。クリスマスなのに？クリスマスなのに月曜日です。皆さんメリークリスマース、ハッピーメリークリスマース。メリークリスマスで月曜日ってことは仕事とか学校か、頑張ってください。なのにもう 1.2 万人も見てくださってる。こんな急にやりますよって言ったにかかわらずありがとうございます。もう1時になりましたね。はい、ということで、昨日はね、新潟公演、そしてツアーが終わりましたけども、いやー、もう余韻がすごいです。クリスマスバージョンでね、ラストクリスマスとかヘブンリーホワイトとかいろいろ歌わせていただいて、ね、特別なスペシャルライブになりました。ありがとうございました。ということで、本題に入ると、ウィズブルのディフューザーとそしてキャンドルがもう発売されてまして、で先行で ご購入していただいた方はもう23日に届いたということで、まあちょっと早めのクリスマスプレゼントということで、購入してくださった皆さんありがとうございます。どうでした？匂いはどうでした？匂い、バカ好みの匂いでした？うん、23日にね、いい、めっちゃいい匂いってきてる。ありがとうございます。まあ紹介していくと、まずどうしようか、まあこっちからいこうか。こちらのキャンドルからいってますね。こちらがですね、ここにね書いてるんですよ。ね、ドライオークっていうねキャンドルになってますけども、こちらは、うん、いやいいね、これもいいんだよな。なんかウッド系の匂いで、なんかちょっとこう自然の感じ、なんかこうなんだろう、リラックス、なんていうんですかね、マッサージとか、なんかオイルマッサージとかの時になんかよくリラックス系でなんか匂うやつ。ちょっとわかりづらい。めちゃくちゃいいんだよな、これ。いや、結構いいわ。これめちゃくちゃ好きです。ドライオーク。皆さんチェックしてください、ぜひ。なんかね、この冬の、なんかこの、なんていうの、ぬくもりみたいな、ちょっとこう切なさみたいなのをすごい感じる。嗅いでみる。うん。で次がこちらのリラックスタイム。これが結構僕は好きで、結構バニラ味が強い匂いなんですけど、すごい甘いですね。甘いし、その匂いが結構強めなんで、その、まあそのリビングだったりとかに、こう置いて炊いてもらうと、すぐ多分匂いが広がると思います。僕も家帰ったら毎回、まずつけて、で、つけてますので、つけてるんですけど、かなり、やっぱ帰ってつけた瞬間にその匂いが広がると、だいぶ、なんかこうリラックスするというか、うん、やっぱ匂いは欠かせないですね、家に。やっぱこう家がいい匂いじゃないと落ち着かないですもん。僕は今、僕の家ではこのリラックスタイムを愛用させていただいてます。うん、しかもこのここが木になってるんで、
火つけるとパチパチみたいな、パチ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 みたいな音がするんで、それがちょっと焚き火っぽい感じになってて、それもまたこうリラックス効果というか、うん、かなりおすすめです。しかもね、デザインもね、デザインも可愛い、ありがとうございます。デザインもね、結構こだわりましたね。結構その透明とか、まあ、黒とか、まあ、白とかいろいろ考えたんですけど、なんか優しいなんか雰囲気というか、匂いもなんかそういうちょっとこうバニラ系だったりとかウッド系だったので、ちょっとなんかこう深みのある色というか、なんでちょっと白というよりかはちょっとアイボリーみたいな色で、ちょっと重厚感が出るようにしました。うん、結構ガチで好き、ありがとうございます。ん、なくなるの嫌だからまた後で購入しようかな。あー、そりゃそうだ。僕もね、5個ぐらい追加でスタッフさんにお願いして頼みました。いやね、これはね、消耗品だからね、しかもあれですよね、だからずっと売るっていうわけではない。ああ、売ってはいるけどってことか。売り切れちゃうってことね。まあでも、はい、安心してください、売ってるみたいです。そう、消耗品だからきっと多分ね、心配だと思いますけど、でも売ってるみたいな。で、次がこちらのルームディフューザーですね。200ml、200ml、こちらはペアグラスという匂いですね。いいですね。ちょっとこうオレンジっぽい、オレンジ味が強いですね、これは。なんかだから、まあ本当正直いろんな、まあリビングとかキッチンもそうだし、洗面所もそうだし、トイレとか玄関とか、まあその皆さんの好みで全然使い分けてください。僕はね、これはね、キッチンとかでもいいかな。僕キッチンにも置いてるんですよ。キッチン、洗面台、あとリビング、テレビ台、トイレ、あと玄関、6個も置いてるですね。いつき？いつきが何？あ、そう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 。拗ねた？だってこれ分かんないよね。分かんないんだよ。そう、いつきにあげたら速攻使ってくれてた。いい匂いって言ってくれてありがとうございます。おい、一応先輩だぞ。あ、お風呂でもね、確かにお風呂で使ってるって言った。お風呂でも確かにキャンドルでしょ。キャンドル、確かに。で、まあ次行くとこちらのゴールデンロータスですね。うん、これもかなりいいですね。いや、もう一生嗅げるわ。うん、皆さんはどの匂いが好みでしょうか。手も好き。俺の？ありがとうございます。購入しました。届くの楽しみにしています。みゆさん、ありがとうございます。もう北斗さんの家中この香りってこと？そうです、この香りです。なたかさん、ディフューザーも買った、香港帰ったら部屋で。おえー、嬉しい、嬉しいですね。いっぱい使ってください。オレンジ系好き、オレンジ系かなりいい匂いです。ウッド系、そう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 、爪短くて可愛い。
清潔感。昨日新潟のライブ行ってくれてありがとうございます。今日は仕事ですか。頑張ってください。めちゃくちゃ買った、ありがとうございます。いやでもこれはね本当にね、なんか消耗品だからね、買いたくなりますよね。あとね、その今回セット売りなので、そのキャンドル、そしてディフューザー、そしてプラスで今回ブレスだけでも買える、アクセサリーもついてるみたいです。アクセサリーだけでも買える、それは素晴らしい。これね結構実はですね、なんとですね、本物のダイヤがこんなところに入ってます。ここほら、これ本物なんですよ。ちっちゃいダイヤがね、本物ですよ。でここにウィズブルと、このね、ここはい、ウィズブル。これ結構ね、前回アクセサリー出させていただいたんですけど、まあそれよりもちょっとキャシャな、キャシャになってるんですよ。でこれがブレスレットですね。かなりキャシャなんで、多分つけててもなんかすごく馴染みがいい、肌馴染みがいいと思うんで、ぜひ。で続いてがこちらのネックレスですね。こちらも本物のダイヤがこちらに入ってますよ。これも調整できるので、自分の好きな短さ、長さで調整してもらえると、ほらこういう感じだから、ぴったりったってつけるのもありですね。これもね、できるのかな、これもできます。ちなみにこれゴールドですけど、シルバーもご用意してあります。シルバーも可愛いよね。これライブとかだとシルバーとか全然つけますね。なんか用途によって、なんか服装だったりとか、ぜひ皆さんも。明日14歳の誕生日おめでとう。若いね。12歳、12、3歳ぐらい上か俺が。いいな。どっちも買ったよ、ありがとうございます。ふとくんが何種類の中から選んだの？これは何種類っていうか、もう僕が好きな匂いをその打ち合わせでお伝えして、で来たものをもう一回こう嗅いで、もうちょっとバニラ味強くしてくださいとか、匂い強くしてくださいって言った感じですよね。でもベースはね、何個か用意してもらってたんですけど、まあそこからいろいろ試行錯誤してっていう感じですね。お、フルセット買いました、ありがとうございます。玄関、寝室、リビングに置きました。おー、いいですね。大北ちゃんのお家綺麗、綺麗です。家の扉開けるたびに幸せな気分になる。 ありがとうございます。まあね、でも匂いって、まあ、好みはあると思うんですけど、まあでも皆さんのなんかその好きなね場所にぜひいろいろ置いてほしいですね。
ブレスレットをお風呂でつけたら、まあ、でも普段からその身につけてもらえる、もうなんかずっと外さなくてもいいように作ってるんで、ぜひお風呂中でもつけてください。温泉はやめた方がいいです。これでもダメだから。温泉はちょっとどんなアクセサリーもダメ。じゃあ温泉水も。温泉水は大丈夫。美味しいね。高井出がいるの？ジンさんもいる？ほんと好きだな。好きなんでしょ？いやーもう本当に、なんかジンさんの愛が強すぎて結構困ってます。本当にいる？本当にいる？これいなかったはず。 いるね。高井出もいるし。高井出はね、最近ね主演を務めてるんですよね。すごいっすよね。作詞作曲でしょ。しかも作詞作曲で止まらないね。いやーすげえ、高出の勢いが止まらないね。だってもうあの予告映像見ただけでちょっと虜になっちゃったもん。もう覚えたもんセリフ。変わんねえな。ジンさんが、新さんが指だけで来た、絵文字だけで。テレ屋さんだな本当に。恥ずかしい、やめてください、嘘つけ。いやでも本当映画館でしっかり見させていただきます。変わんねえな、あれ好きだな結構。あとなんか なんで戻ってきたのって言われた時な、ああっていうところも結構好きです。いやでも本当ね、なんかメンバーがいろんなところで活躍してると嬉しいですよね。海星もプロレスデビューですよ。すごいっすよ、すごい話ですよね本当に。でカズマも写真集を出して、いやもう本当それぞれがね活躍して、僕も頑張ろうと思いますからね。いいですね。ディフューザー玄関に置いてるからホクちゃんになれるかな。あでもなんか意外ですね、ジンさんがディフューザーっていうのが。でも嬉しいです。なんか僕がプロデュースしたいですね、ジンさんを。ジンさん の家を。なんで今度お邪魔します。僕がジンさん家のコーディネーターになります。匂いも僕が全部消えます。でも、やっぱ匂いというか、その日頃からその匂いだったりとかをなんかこうこだわってる人とか気にかけてる人、気遣ってる人って結構いいなって思っちゃいますね。なんかこうなんだろうな、なんか僕は基本なんかプライベートとか仕事とかでもなんか香水とか結構つけたりとかしてるんですけど、なんかそれがなんかなんだろうな、逆にその落ち着くというか、その匂いがないとはなんか焦っちゃうみたいな。なんでそれぐらい結構匂いが日常になってるんですよね自分の中で。だから皆さんもぜひなんかその匂い、なんかそのいい香りに触れながら、なんか日々
生活を送ったらすごいおしゃれだなと思います。なんかなかなかやっぱ学生の時とかあんまりその匂いとかあんまりこだわってこなかったけど、やっぱ好きな匂いとかが出てくるとなんかすごいやっぱなんだろうな、すごいリラックスするし、なんかその周りからのそのなんていうの、あいい匂いだねって言われるのも嬉しいし、ぜひ皆さんもだからいつかなんか香水とかね作りたいですね。まあこのキャンドルとディフューザーのあれ次第ですね。でも次できるかは皆さんお願いします、お願いします。そうだからなんかちゃんとね、ちゃんとこだわって作りたいですね。メンプロはねまたそこでしかできないものを作りたいなと思いますけど、はい、ということでまだまだ発売されてますのでぜひですね皆さん匂いに癒されてください。ぜひ皆さんたくさん買ってください。こんな感じですかね。で多分見れてない方もいると思うので、なんだっけ、アーカイブに残しますんで。じゃあ、こんな感じで。じゃあ皆さん素敵なクリスマスを。メリークリスマース。